あ、焼きおにぎり焼けてる。焼きおにぎり焼けてるでしょ。焼けてんじゃん。なんか飲み物、うん、あ、飲み物、うん、ドリンクバー飲まないとせっかくなんで。何飲みます？コーラで。コーラで、はい。よっ。なんか熱暴走で止まっちゃったみたい。これ焼いてるところをね、こうアップで撮るとスマホが熱くなって。いや、まだ食べてないです。あー、お腹いっぱいだな。まあでも今ね、お腹いっぱいですけど出してきたんで多少食べれるかな。いや、これ量めっちゃありますよ、ほんと。朝食の人これ絶対食えない。これ思ったより量がえぐいわ。焼きおにぎり、はい、どうぞ。お待たせしました。わ、焼きおにぎり美味しそう。美味しそうでしょ、うん、とっても。私も食べてみよう。めっちゃうまそうやん。じゃあいただきます。うわ、うん、うまっ。めっちゃうまいね。うまい？てかさ、焼きおにぎりってさ、うん、焼きたて食うことって結構少なくない？少ない。なんだろう、なんか結構コンビニとかでも食っちゃうから。うん、しかもコンビニだって味薄いしね。そう、焼きたての超うまいよな。おいしい。なんか本来の焼きおにぎりの美味しさって多分これなのよ、焼きたての。うーん、でも本来の焼きおにぎりの多分味を味わうことが少ないんだよ。え、味の方は どうですか、味付けの方。美味しい。あー、よかったな。まあ、俺んちは特に料理とかしないからだと思うんだけど。はい。でもあんまり焼きおにぎりってしなそうじゃない人、なんかあんまり。そうでもない。あんまりね。でもたまにしますよ。うん、するか。余ったおにぎり、おにぎりじゃない、余ったご飯、炊飯器に。うん。次の日のために。でも、まあ、焼きたてが一番ですよね。だよね。うまっ。しょっぱそうだったよ。うん、うん、アルコールの人だから全然ちょうどいい、ね。うん、なんかすごいかけちゃったかな。全然ちょうどいい。うん、うわー、でもお腹いっぱいだな。うまいけど、これ肉きついな。ないの。いや、全然ちょうどいいっすよ。本当に？うん、結構かけたよ。全然ちょうどいいっすよ。無理しないで、正直言って。いや、全然全然。本当？わかった。なんかもったいないなと思って焼こうとしたけど、食える気がしない。あんなクソつけてたよ、だって。つけてないっす。肉もいらない？ね、ちょっと私にもそっちの焼きおにぎりもちょうだいよ。なんで？濃いめにしたから。あ、そうなの？うん。いや、でも俺ほんと味濃いの好きだから全然普通にちょうどいいけどね。嘘。全然ちょうどいいけどね。嘘でしょ？いや、ほんとほんとほんと。こっち食べてみ、この食べてない方。え、ちょっと、あ、あ、あったいいよ、ちょっと、あの、食べてない方、角、うん、薄い。まあ、これはこれでも美味しいけど、こっちも美味しい。全然全然。うんか、
公開しょっぱいじゃん。大丈夫？いや全然ないよ。あ、よかった。なんか悪いことしちゃったなと思って、なんか手が熱くて、うん、熱いっつったらジョーってなっちゃって。ああ、なるよねこれ。ごめんなさい。大丈夫大丈夫。いらない？食う？あれ一枚じゃ食べよ。一枚食べる。うん、食べる。うん、ありがとう。これ豚だよね。いや多分牛じゃないかな。で豚だよ。いや多分牛。牛こっちだよ。そう思うじゃん。豚だよ。違う違う、これ牛。うそ。あの3種類あったから、霜降り系の牛とあんまり霜降りじゃないロース的な。肩ロース。そう、これ牛で本当に。塩で食べよう。タレもう飽きたから。確かにね、塩の方が軽いよね。軽いよ。エロさんありがとうございます。全然です、猫かぶってるだけなんで叩かれたくないんで。うん、これ牛でしょ。うん、牛だ。うん、あー、よかった。めちゃくちゃ酒焼き中です今。毎日最近配信で飲むんで治りません。あと歌ったり叫んだり。感触が結構口悪いし、うるさいし、態度でかいし。食えない。ん？食えない。じゃあ俺食うわ。あの男だ。もったいないからね。いやもうお腹いっぱいですよ俺も。結構お腹いっぱいよ。でも食べるらしいっす。かっこいいっす。そんなに食べれんの？まあ、食えない。じゃ手伝おうか。うん。うん。何なの今の？犬？わかんない。でもこれ食べたら完食じゃん、うちら。うん、あ、おにぎり食べる？そんな食えないっすわ。お残しは許しまへんで。いや、ここいいね、自然で。うん、すごい空気おいしいもん。まずまずだって食べ物がおいしい前に空気がおいしいからね。うん、しかも今の時期ちょうどよくない？暑くもなく、うん、寒くもなく。もうそうそうそう、もういけるっしょ。最高。あ、ここ入れてください。すいません。私これで大丈夫です。これでね。あ、これ、うん、これで。あと信号が食べて、なんとか。あー、お腹いっぱい。はあ、はあ、鉄板汚ねえな。もうこれ多分交換できないよね、焼肉と違ってね、網。いや、交換どうなんだろう。てか別にもう遅いでしょ。うん、みんなしないんじゃない、うん。さっきの人たちもしてなかった。うん、てか俺別になんか焼肉行ってもさ、交換しますかとかたまになんか言ってくるとこあるじゃん。高級なとこって特に言ってくるじゃん、うん、言ってくる。全部拒否るよ俺。えめんどくさいなさ。いやいいですみたいな、そんな気になんないし。タレのついたやつでこういう声になってても、うん、いや全然全然。うん、いや、止めるとことかある？うん、あるんだ。
これさこれを最後焼いて多分塩かけてくると美味しいね。塩コショウで。あ、いる食べるっていう人でしょ。うん、どうぞ。まあ、ただお腹いっぱいなんだけどね。最後に焼くか。油漬けが最高らしいね。そう、塩コショウで焼くと美味しいよこれ。ここん。うわ、なんとか完食。家連れてってくれないんですよ。家はだって、ね、いいでしょ。いや、皆さん頼んでくださいよ。私もね、ずっと頼んでんですけど。いや、いいでしょ、いいでしょって言うんですよ。いや、あんまり実家にさ、全部食べましたね、おにぎり。初対面で実家に連れてくってなかなかだと思うね。いいじゃん、別に吉江さんになりたいんだもん。吉江ファンですって言えばいいじゃん。一度で言ったら吉江さんを拝みたい。なんか焼いたにはいいけど、あんま食いたくなくなってきたな。吉江に会ったら花火あげるわ、2発だって。いいぞ、リスナーさん。え、アルファベットさんに合わせたの？合わせてない。合わせてないの？油、これを塩コショウにあったら俺は大花火あげるだって。もう止めていいね。うん、進化。アルファベットさんは合わせたじゃんだって。合わせてない。もんちゃん合ってたやんだって。あの人は合ったね。あー、お腹いっぱい。うん、油うまい。うわー、お腹いっぱいわ。もう食えないっすよ。あ、なんか デザートとか頼む。かき氷とかある。言わない？いや、食べんの？いや、デザート別バレじゃない？頼むの？知らない。どうするか。じゃあ頼んじゃうか。いや、じゃあかき氷あと1個ください。かき氷。はい。はい、何にします？味は？何味あります？いちごと、バナナ、マンゴー、ピーチ、メロン。めっちゃあるな。バナナって聞いたことないな。そうですよね、あんまりないですよね。どうしよう。ま、マンゴーか。マンゴーにしようかな。あ、じゃあマンゴーで。まあ、配信的にはバナナなのかなと思ったけど、うん、正直マンゴー食いたかったな。これ変わり種の方が、ね、配信的にはいいのかなと思って。確かに、うん、バナナなんか初めて聞いた。かき氷でね、うん、33歳です。お腹いっぱい。すげえ量ある。これコリアン、コリアン、コリアンと日本のハーフです。お腹、腹やばいよこれ。
あら、ほんとやばいよ。やばいよ。やばいよ。ありがとうございます。ゆうかさん。スヌーピーバラ。体重70なった、だってそんないかない、そんないかない、最高66ぐらい、でも服着た状態だけど、でも今多分62ぐらいじゃないかな。うん、66からダイエットして56ぐらいまで落としたの。えで、そっからまたリバウンドして65ぐらいになって、で、またダイエットして58ぐらいになって、で、多分今62、3ぐらいかな。どうやってダイエットすんの？いや、もうただ食べないっていう。それはリバウンドするわ。うん、私は1週間半ぐらい前に配信者になりました。リスナー専門だったんですけど、なんで配信を始めようと思った？なんかね、絶対やんないと思ってたんだけどね、なんかいきなりね、うん、夜、あ、そうだ、配信しようってなんかいきなり思って、その時ちょっと私不眠症なんで眠剤飲んでたのね。で、多分それのせいで、そうだ、配信しようって気になって急に始めちゃった。あ、そうなんだ。なんでふわっちを知ったの？ツイキャスから。へえ。ツイキャスをなんで知ったの？お姉ちゃんから聞いた。配信、こういうの面白いよ、配信サイト。へえ。お姉ちゃんとは血がつながってるの？つながってるよ。どんだけ、どんだけネポリハポリした。足りなければおっしゃっていただければお待ちします。楽しそう。嬉しいね、これ足んないパターンあるからね。シンゴのリスナーでも、まあ、ありましたよ。ちょくちょく見てました。でも私は知ったのは、R さん、アルファベットさんあたりから。マンゴー。お仕事は今、休業中で、昼はたまに親戚のところで、週2、3ぐらいしかやってないです。ちなみにこれ500円。食べる？いいよ、悪いよ。いや、だってどっちにしろ俺こんな食えないもん。いい、ありがとう。どっちにしろこんな食えないでしょ。うわっ、うえー、すげえこぼしたけど、今のはなかったことに振り出しに。それでは試食いただきます。できれば半分ぐらい食って。あ、無理っす。多分半分も食えないわ。おいしい、はい。ほとんど食ってないな。味見るだけのやつじゃん。食べるの難しいんだけど、これを山盛りなのに。シャクシャクしないと、シャクシャク、サクサク。うん、うまい。あ、シロップなんか思った以上にマンゴー。嘘。それはそうじゃね。でもなんかマンゴーだけじゃなくて、なんか桃の味もする。そう？スモモの味、マンゴーの味の後にスモモの味が後味でこう。え、そう？うん。多分混ざってんじゃないこれ。意見の合わない二人。え、そう。うん、あ、おしぼりもらった。あ、美味しい。おしぼりいるよね。うん。うまいわ。初めてこんなの食ったかも。この味、なんかマンゴーの味に後からスモモみたいな味がなんか後味で来るのよ。いや、信じてないだろうけど、みんな本当なんですよ。あ、うまい。なんか単調じゃない感じが、味が。
後味でスモモなのよ。最初マンゴーだけど、最初マンゴーだけど後味でスモモなのよ。そうなの？これ多分、ま、マジックだよこれ。2倍美味しいじゃん。じゃあそう、汚れてみた気がした。なんか汚れてたよ。あ、そう、うん、マジカルかき氷だよこれね。マジカルかき氷、マジカルって言ったら普通バナナ頼むでしょ。それもどうかと思うけど。塩かけてだって。多分マジカルバナナってことは死語だと思うよ。今の若い人絶対知らないでしょ。だからわざと言ったのに、うん、面白くないこと言ってすみませんでした。シャク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 しないタイプなの？え？シャク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 しないタイプなの？ああ、状況によるんじゃない？なんかね、あんま物を崩してくるの好きじゃない？あ、カレーとかも？カレーとかまずいだとかね、頭おかしいからね。なんでよ。納豆ご飯は？納豆もだってあれさ、別々で食いたいでしょあれは。別々っていうか、なんていうの、一緒には食うけど。まずまずダメなのご飯と？ご飯と混ぜたら頭おかしいわでまず。え、カレーダメなの？俺もちっちゃい頃は、うん、カレーも納豆もご飯も混ぜてたけど、うん、大人になってこれ意味が分からない。今まですごいまずい食べ方をしてたなと思って気づいて。カレーは良くない？いや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 、なんだったらあれだもん、あの混ぜるアイスとかあるじゃん、トルコアイスみたいな、うん、あれもあんま混ぜたくないの。昔ネルジェラっていうさ、ネってなんかこうあった、なんだっけネルネルジェラ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 みたいな CM あったじゃん。ああ、あったアイスのネルネルネルネね。いや、そネルネルネルは別だね。さすがにネルネルネルは俺、ま、混ぜるけど、なんだったらね、あの納豆あるじゃん、納豆もそこまで混ぜたくない。水飴はなめるじゃない、混ぜるでしょ。もうできればそこまで混ぜたくない。あのね、納豆自体なんか混ぜるほどうまいとか言う人いるけど、あれもあんまり混ぜたくない、ちょっと混ぜるぐらいだよね。へえ、うん、まあ、これ多分本当完全に好みだと思うんだけど。じゃあかき氷も嫌じゃん、あんまり。だから混ぜてないじゃん。うん、でも時と場合によるってさっき。いやだからなんかほら、この蜜っていうかさ、シロップがあんまかかってなくて下の方がもう真っ白だったら、もうあの、そういうことね。仕方なく、でもほら白いとこだけだとちょっとバランス悪いから、うん、そういう場合仕方なくやったりするけど、足んなかったら言ってくださいねっつってて、シロップ。なんか言うのめんどくさいな。めんどくさい、ね、悪いしね、うん、確かに下の方若干かかってないけど、ね、な、言いそう、ミニモさん。私トイレ行ってくるね、うん、ついにやっと、うん、行くめんどくさいんだよね。遠いの？いや、そんな遠くない。え、普通のトイレだよね。いや、普通のトイレですよ。すごく普通のトイレでしょ。うん、かゆいなと思ったら蚊がいるわ、うん、なんかかゆいなと思ったら刺されてる。少し蜜をお持ちしますか？あ、いいですか？大丈夫ですか？はい、あと、はい、ください、はい、なかなか自分から言えないかな。あ、すみませんです。ストップしてください。あ、でもストップで大丈夫です。はい。はい、いい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい。めっちゃかけてない。うまい、このシロップ。
いやでもこれ以上食えないかな。かゆい、蚊がいる。いや自然ならではですね、この蚊がいる感じ。シロップめっちゃうまいな。初めてこんなの食ったよ、この味のシロップ。これシロップめっちゃうまいっすね。そうですか、じゃあよかった。なんかこれあんずじゃない、スモも入ってます。いや入ってないですか。なんか、はい、マンゴーの食べた後に、後味でなんか梅っぽいようなあれが、いや梅っていうかなんかスモモみたいな味するんですよ。あ、そうですか。めっちゃうまいと思ってありがとうございます。あ、ここで作ったやつじゃないですよね。そうじゃないんです。業務用のなんかどこか買うみたいな。はい、なんか初めて食いました、こんな味の。あ、そうですか。うん、どちらから今日はいらしていただいたの。今日僕はめっちゃ長友なんですけど。あ、そうなんですか。はい、彼女は多分違う県なんですけど、ええ、はい、あ、そうですか。長友の方なの。あ、めっちゃ長友です。そうですか、はい、じゃあ、あの氷なんか浅見さんなんかはいらしたことがある。 あります。あ、そうですか、はい、あそこもいろいろね、はい、毎年研究してあの、はい、新しい竹、あの蜜を。あ、そうなんだ。確かに、なんか地元だからこそめったに行かないんですけど。そうですよね。確かに、なんか何年、いやでも多分1回行くとね、はい、結構変わってますよね。確かに俺多分5回ぐらい行ったことあるんですけど、やっぱ年老いて行ってんですよ、そうするとあれこんなの前あったやつがなくて、あれ違う、新しいできてないみたいな。そうですよね。確かに、はい、なんか冬の間にやっぱりいろいろ新しいの開発して。あ、そうなんですか。いや、そこはオリジナルで自分のとこで作ってるわけじゃなく作らせてるのか。結構でここめっちゃ安いですね。なんかなんだろう、これでだって一番いいコースじゃないですか。そうですね。この上のプレミアムっていうのもあるんですけど。あ、そうなんですか、はい、一番高いのにしてくださいって言ったんですけど、もっと高いのあったんだ。プレミアムはちょっと事前予約でないと。あ、そうステーキがつきますので。ちょっとお肉の都合があるんで。でこれ多分相当で腹いっぱい、相当無理して食いましたから。あ、そうですか。これ多分小食の人絶対食えないですよね。そう、結構あの骨付きのフランクが残っちゃったりとか、そういう方もあるんですね。これ量えぐいっすよね。めっちゃ美味しかったですよね。美味しかったです、はい、そう、あのお肉もいいのを使ってますので、和牛の、はい、だからいやこれは安くて、こんなボリュームあってうまくて、これはすごい。分かってくださる方ばっかりじゃなくて、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ。え、量少ないとかね。まあ、Aコースはさすがに言わないですけど、最初、見た時、意外とあれ、そう、なんか盛り方が下手なのかな。なんすかね、なんかあれなんか意外と少ないなと思ったんですよ、でそしたら食ってみると全然もうお腹いっぱいで、むしろ結構無理して食ってるんで。ああ、そうですか、はあ、ボリュームすごいなと思って。そう、やっぱり A コースは相当ですね。プレミアムはこれにプラスステーキとかもつきますので。いや、食えるに。え、これの量にさらに追加ってことですか。さらに、そうですね、ちょっと内容が多少タンがついたりとか、あの内容も変わるんですけど。残す人結構いないですか。量的に多いですよ、多分。美味しいけど、量的にかなり量が多いんで。ですよね、もうそう、お肉が結構残ったりする場合もありますね。ですよね。もう分かってる方は、そう、食べますけどね。初めてだとちょっとやっぱりボリュームがありすぎるのか。そう、安いこれ。美味しいし、この量で、この値段めっちゃ安いですよ。しかも、空気とか綺麗だし、めちゃめちゃ、空気はそうです。もう本当にめちゃめちゃお得だよ、これ。ありがとうございます。宣伝してください。はい、めっちゃいいところだと思う。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、もうこれもすいません。あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。すいません。あとこれもか。あ、それいります。はい。マンゴーが気に入っていただけたんでよかった。いや、これめっちゃうまい。
食べたよ。これ食べたことあります？マンゴーの。ありますよ。え、なんか一通り全部は。なんかマンゴーだけじゃない。なんかマンゴーの後味で。覚えてないんだけど。マンゴーの後味でこれ絶対なんかスモーみたいな味しますよ。あ、本当に？はあ、じゃあちょっと食べてみます。はあ、絶対するこれ美味しい。どんだけかき氷気に入っちゃってんの？いやなんか本当シロップこれうまいわ。よかったねマンゴーにしてじゃあ。うん。どうしようか。どうしようかね。牛生さん。え？牛生さん。その顔よ。その顔何？え？何その顔。何を考えてたの今。なんか考えてたけど、いやめっちゃ蚊に刺されたんだけど、あ早くじゃ行かないと。自然ならではね、蚊がめっちゃいる。牛江さんと会えるの次は。え、牛江さんと可愛くって言ったじゃん。え、可愛くって、可愛いったらじゃあ牛江さんと会えるの。いや親はいいでしょ。なんで親に会うのよ。だってファンだもん。だってスナーとして知らないよそんなねえ冷たい、知らないよそんなのって。ひどい。食っか。量すげえ多いわ。お、何これ大丈夫なやつ。腸内放送大丈夫なのこれ。流して、まあでももう食べた後だし。長トロでした。まあ実はここから俺ん家めちゃめちゃ近いから。目地でって言っちゃった。行きたい。行こう行こう行こう。見に行く。じゃあ外見だけ。外見。いいとこ住んでんのね。まあてか多分みんな分かってたろうけどね。何を。長藤だって分かってるでしょ。かわいるよ。危ない。刺される。めっちゃ刺されてかゆいんだけど。行く？とりあえず。こことね、まあ、こんな刺されたとこ見せてもらいたいけど、わかるかな？真っ赤になってるもん。ここ刺されて、だからここら辺も刺されてると。やばいって。顔はやだ。かゆい。なんかそう言われたら足刺されたっぽい。かゆい。うん。行くか。お金これどこで払うんだろう。あそこでしょ。会計。あそこ行くか。これ置いといていいのかな？うん。じゃあ、りんちゃん次配信する？いいですか？うん。じゃあ、閲覧400ぐらいになってる。どうやってみんな言う、来てくれるんですか？じゃあ、最後に皆さんナイスだけ教えてください。ナイスだけ今。こちらに。400人いるんだから、こんなナイス少ないわけないでしょ。今、コメントしました。最後にナイスだけ教えてください。リンちゃんの方でもそう。いやだってリンちゃんだったら別にナイスやってないし、多分取れない、そもそも取れないでしょ。だってけど、うん、けども
けども、まあ俺も取れて10日で1万5000円の戦いだけど、これ持ってかないと。あ、私の充電器です。あのこれ全額僕が出すんで、うん、男らしいなと思ったら内装してください。いいんですか？全額俺が出すんで、男らしいなと思った方は内装してください。まあさっきてんてんさんの金なんですけどね。まあでも結局でも投げてもらったら俺の金だからね。もう結局は投げてもらったら俺の金だから、なんだかんだ俺が払うんで、男らしいなと思ったら内装してください。ありがとうございます。9400円。まああのドリンクバーとねかき氷つけたからちょっとプラスになっちゃったけど、いやうまかった。あこっち、あお会計ってあっちですか？あちらになります。はい、いやでもいいとこだよ、こんだけ自然綺麗でさ、ね、こんな開放的に。こっち中あるんだよ。楽しく食えたらいいよね。こっちえあこっちか、見た、お座敷あるんだよ中に。あ、座敷あるんだ、うん、多分中でも食えんだろうね。そうですよ、涼しい。これ中でも多分食べれるんですよね。そうです。へえ。バーベキューはできないですけど。あ、なるほどなるほど。ここでいいのかな。ありがとうございました。あ、カードって使えます？カード大丈夫ですよ。こちらの伝票。あ、はい、あ、そっか。あと領収書もください。はい、暗証番号をお願いします。はい、はい、ありがとうございます。いや、お腹いっぱいだね。お腰を控えると結構きつい。あります。はい、ありがとうございました。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。これからどちらへ？これそうっすね、まあ川行こうかな。あ、そうですか、はい、ライン下りはなかった。ライン下りって多分ね、配信許可とか取れないですよね。あと、あ、そうなん、多分今からだと受け付けてないんですか、プラス。あ、はい、なるほどね。取っちゃいけないとこも。いや、前なんか許可取ってやろうかなと思ったら、うん、許可取れなかったんですよ。あ、そうですか、はい、やっぱあの結構ライン下りって密じゃない、密っていうか密室っていうか、あの結構近いじゃないですか、人が、だから多分他のお客さんが移りやすいからっていう配慮だと思うんですけ ど、 なるほど、ね、ただカヌーみたいなやつじゃないですか、あれだとこう一人なんで、あれは許可もらって、まあ、やらせてもらったんですけど。あ、そうですか、はい、そうですね、はい、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさま、慎吾ありがとう。いいですよ。ごちそうさまでした。まあ俺の金じゃないんだけどね。なんだっけ、元は俺の金じゃないんだけど。ごちそうさまでした、ありがとうございます、うん、ごちそうさまです。まあ一応宣伝しときます、長友古沢園ってとこです。なんか宣伝してくださいって言ってたから、まあ俺が宣伝したところでそんなそこまで効果ないと思うけど、長友の古沢園ってとこなんで、もうあの食べ終わったんでね。てんてんさん、ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。あー、もう苦しい、めっちゃお腹いっぱいだわ、やばい。今度行ってみます。本当ですか？やばい、本当に。見て、行った時は僕の名前出して
僕の配信で来ましたって言ってください。そうすると、ね、ちょっと売名してんの。売名って言わなくなっちゃう。ないない。そうするとなんかサービスがあるの。ないでしょ。そんなないでしょ。だってそんなあの契約取ってない。宣伝してくれたんだなって思って。そうだから要するに、まあ、また来ることがあるか分かんないけど、うん、来た時に俺の顔が立つじゃないですか。あ、そういうことですね。そう、ね、見てほら、うわ妊婦みたいじゃん。これ妊婦みたいに。俺も腹やばいよ、ま、どれよ。じゃあ見せてみなよ自分。いや俺もマタニティまたまたっちゃってるからね。引っ込めてないそれ。マタニティだよ。マタニティかお相撲さんのどっちかで。お相撲さんって何、うん。